合気道はですね、開祖、私の曽祖父にあたります上柴森平王が、日本の伝統奥義の武術、武道を極めて、そしてさらに厳しい修行を得て、創始した現代武道でございます。合気道には試合がございません。それは開祖が真の武道はいたずらに力で争うものではなく、自己の人格形成を誘導する武道であるものであるというふうに捉えたからです。二人一組になってお互いに技を、交互に掛け合って、体と心を、強くし鍛えていくと、そういった武道となっています。開祖、曽祖父とですね、が合気道を創始して、吉祥丸二代、私の祖父がその後を継いで、今私の父が後を継いでやってますけども、この脈々と流れているものをですね、しっかりと受け継いで、後世に伝えていく、これは私の一番の役目だと思っています。ただ伝えていくんではなくて、いい形で、より今よりもいい形で後世に残していく、これが一番やらなければいけないことだと私は思っています。